アイザック・ボーサーは、ガーナー・アクラ出身の同国代表のサッカー選手。ポジションは、DF 及び MF。名前は、イサーク、名字は、ボルサーとも表記される。オスカー FC、FCM マーモビを経て2005年にオールブラックス、FC と契約し、2007年1月にアサンテコトコ、SC へ移籍。アサンテコトコでは、リーグ戦、上位4チーム間で行われる。 コカ・コーラトップ4カップで優勝し、シーズン最優秀 DF に選出された。その後、TSG1899 ホッフェンハイムからのトライアル参加の打診を経て2008年6月30日までの契約で同クラブにローン移籍し、シーズン中の2008年4月1日に買い取りオプションが行使され、2011年6月30日までの契約を延長。 2008から09シーズンは2部からの昇格組ながら冬の中断期間まで優勝争いを演じる好調なチームの中でマービン・コンパーと共に守備のようとして活躍を見せたことからシーズン終盤の2009年5月6日にイングランドのストークシティ FC は遺跡金500万ポンドで獲得に動いていた2010年6月6日に契約を2014年まで延長したが 2012年8月31日にオーストリアブンデスリーガに所属するレッドブルザルツブルクへ2015年6月までの契約で移籍。デビュー戦となった9月15日の SV リート戦で先発出場するもわずか5分で一発退場処分となった。10月6日の SV マッテルスブルク戦で初得点を記録。 U-23 代表を経て、2007年8月21日のセネガル戦で A 代表に初招集され、2009年2月のエジプト戦で初出場をした。2010FIFA ワールドカップのメンバーに選出されると、初戦のセルビア戦で負傷したため、次戦から出場することがなかったが、ベスト8のウルグアイ戦で復帰した。ガーナ 2006-07AB。 キャネシャアー・ボック・シェルド・ミット・トリエッチャー・カーナ、S ・コー・ツー・ディフェンダー、ストック・ツー・ビット・フォー・ボーサー、アイザック・ボーサー・バーラン・ガット・ボージー・ティング・ビス2014、ナムハフト・ニューズ・ガンジ・バイデン・ロテン・ブロン、ローテ・ブロン・バー・パソン・ミッドト・セイン、マン・シーグ・ゲー・ゲン・リード、ボーサー・トリフト・バイザル・ツブルク、シーグ、ボーサー・リターンズ・ツー・トレーニング。ありがとうございます。